はい、皆さんこんにちは、里五郎です。今日はね、青大将をね、絨毯に置いた状態で餌をあげてみたいと思います。普通の蛇はね、逃げますけど、この赤ちゃん青大将はとてもね、慣れてるので逃げないですね。食べるかな、これ。お、反応してます。聞いてます。食べました。これは嬉しいですね。これは可愛いです。この子はね、真剣にね、飼いたいなと思ってる子ですね。口がね、可愛いんですね。口がなんか波打つ感じですね。この唇、これ可愛いです。ケージ越しじゃなくてね、やっぱりこう直でね、撮影できると可愛さがね、ちゃんと表現できますね。これは可愛いです。2匹ね、いつもあげてるんで、もう1匹あげたいと思っています。次はね、カメラアップバージョンで撮りたいなと思います。早いですね、これは。これは目にも止まらぬ速さです。これは可愛いです。もう1年経つとね、かなりでかくなるらしいんで、この可愛い時期はね、あっという間なんで、たくさんね、動画を撮りたいなと思っています。この前ね、初めてカナヘビをね、ゲットできたんで、捕獲シーンはないんですけどね、ちょっとカナヘビを今度紹介したいと思います。